マツダグランドファミリア。グランドファミリアとは、1971年9月から1978年10月にかけて、東洋工業、現、マツダが製造、販売していた自動車。姉妹車であるサバンナと同時に、1971年9月より、発売を開始した。海外輸出名は、北米、オーストラリア、ニュージーランド向けが、マツダ808。 その他、欧州向け等は、マツダ818。また、北米市場では、後期モデルが、マツダマイザー、マイザーの名で販売された。もともとは、ファミリアプレストのモデルチェンジとして企画されていたが、プレストの販売が好調だったことと、トヨタのカリーナ、セリカや三菱のコルトギャランなどといった、コンパクトクラスとミドルクラスの隙間を埋める、中間車種の登場を受け、 プレストとカペラの中間車種として発売された。キャッチコピーはファミリーカーの王様。当時の松田はロータリゼーション製作を掲げており、主要モデルにロータリーエンジン搭載を推進していたが、プレスト後継者ではその考えを一歩進め、ロータリーエンジン搭載車とレシプロエンジン搭載車を別ブランドで売り出すこととなった。こうして登場したのがサバンナ、ロータリー専用車と、 グランドファミリア、レシプロ専用車なのだが、ボディを共用したために、市場では同一の車と認識されていた。ボディバリエーションは4ドアセダンとクーペ、5ドアンの3種。このクラスでは珍しく2ドアセダンを持たなかったことと、クーペのクォーターウィンドウが巻き上げ式になっていたのが特徴。ボディ自体は、サバンナと全く共通だが、外装に関しては、サバンナとは、 ノーズコーンとテールランプを変更しており、サバンナの丸型四等式ヘッドライトに対して、角型二等式が特徴である、輸出モデでは、サバンナと同じ丸型四等ライトを採用したグレードも存在。また、テールランプも角型を採用していた。なお、フェリー積載料金を考慮して、全長は4000ミ、mm、リメートル起きる3995ミ、mm、リメートルに抑えていた。また、 全幅は 1595mm としていたが、フェンダーの張り出しが大きいために、室内空間はコンパクトクラスよりも多少広いという程度であった。一方内装はサバンナと大差なく変更箇所はホーンボタン程度。ただサバンナの主要グレードで採用されていた T 型インパネはクーペ GF のみの適用となり、それ以外のモデルではセンターコンソールのないタイプを使用していた。 グレード展開は、下からの、各4種、かっこないクーペで、13インチタイヤと前ディスクブレーキ、サーボなしは、セダンでは GL のみ、クーペでも FX と GF に設定があった。また、セダン GL には、国産初のガラスプリントアンテナを標準装備していた。エンジンは、ファミリアプレストと共通の直列4気筒1300。 CC サイチェシーガソリンエンジンで、レギュラーガソリン仕様ながら87馬力を発生。当初は、この1機種のみで、カリーナ1400や、コルトギャラン14リットル、あるいはコンパクトクラスの上級モデルであるカローラ1400、サニーエクセレント、レオーネ1400に対抗していた。1600cc クラスはサバンナが受け持っていた。トランスミッションは4速フロア MT が、基本設定だが、 セダンにはコラムシフトが受注生産で用意され、さらにセダン LX、GL、クーペ、FX G、f X、GF には3速 AT も選択できた。サスペンションは前、ストラット5、リーフリジットだが、サバンナとシャーシを共用したため、リアのショックアブソーバーはバイアスマウントとしていた。また、燃料タンクは45リットルが標準だったが、メーカーオプションで、 サバンナ用65リットルタイプを選択することができた。ただし、この明確なセグメントも発売当初だけで、翌年にはカペラ用の直列4気筒 1500cc サイチェシーガソリンエンジンを追加 S シリーズとして発売する。S シリーズはロータリー嫌いのためのサバンナとして発売されたため、セダンのトップグレードはサバンナ GR に対応する装備品。 T 型インパネなどを与えられて、グリと称した。クーペも、グーフィーとなったが、1300GF との装備の差は少ない。1973年のマイナーチェンジでは、S シリーズを消滅させ、やはりカペラ用を搭載した1600に格上げし、サバンナの10アンペア型搭載車には設定のない5速 MT 車を追加。さらにレシプロエンジン搭載車としては初めて50年。 排出ガス規制的豪車となる 1600AP シリーズを発売した。1975年にはイメージを一新するべく、ヘッドライトを角形から丸型に変え、当時のマスタング E に似たフロント周りになった。1977年に、プレストがモデルチェンジしてにボックススタイルを用い、ハッチバックのファミリア AP になり、翌年にはサバンナがモデルチェンジして、 サバンナ RX-7 となってからも、マツダのトライク付け大衆車として、保守層向けに細々と販売されていたが、53年、排出ガス規制をクリアしないままカペラのフルモデルチェンジと同時に1978年に販売中止。イゴファミリアのノッチバックセランは、1980年9月に5代目、ファミリアの追加モデル、ファミリサルーンとして復活するまで待たなければならなかった。 ただし、マツダのセガンではカペラやルーチェがあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。